以前番組でお伝えした防災国体が明日から始まります。震災遺族らとともに災害の伝承について考えるプログラムに参加する 1.17 希望の架け橋という団体をご紹介します。若者だけで構成されていて、彼らはなぜ今震災を語るのか、団体を立ち上げた男性の思いを取材しました。今年1月に SNS で公開された動画。15歳から24歳の若い世代で作る 1.17 希望の架け橋が制作しました。若松町4丁目のあたり行ってます。まだまさ火の勢いは衰えておりません。もうほとんど焼け落ちた跡みたいな感じです。このビルも焼け落ちております。この3階建てのビル。この神戸の瓦礫の街を歩くとは考えてもみませんでした。これは映像だけのものだと思ってました。藤原優也さん、20歳。神戸市須磨区の建設会社で働きながら、 1.17 希望の架け橋の代表として活動しています。この会社 の、 設立者が自分 の、 祖父 で、 小さい頃から祖父の姿を見ていて、災害に強い街づくりを自分自身も自分の手で進めていきたいなと思って、この会社に入ることを決めました。甚大な被害を受けた神戸市長田区で育ち、震災を学びたいと舞子高校環境防災科に通っていた藤原さん。3年生の時、神戸ルミナリエを訪れた人たちに祖母から聞いた話をもとに初めて震災について語りました。今は若者の若い世代が観光として訪れて、やっぱりそれ観光目的でもいいんですけど、僕自身この阪神淡路大震災の希望と復興ということを忘れてほしくないと思って、そういう文化しました。藤原さんは震災を経験した人からしていない人に教訓をつなぎたいと、おととし10月に 1.17 希望の架け橋を立ち上げました。集まったのは同じ思いを持つ若者たちです。震災経験していない自分自身、その前に出て語っていいのかっていう不安はあったんですけど、初めて神戸ルミナリエの場で語り始めて、その震災経験された方からこれからもどんどん語っていってほしい、若い人はこれからも希望だからということを温かい言葉をかけてもらったので、そこで自分の自信につながったのかなと思ってます。ここから震災を経験された方々のお話を実際に聞いていきましょう。当時思ったことや体験したことを話していただいてもよろしいですか。電気はもちろん来ない。ガスはかろうじて出てたけど、状況がわからないんで怖くて使えない。来年1月には震災から丸28年を迎えます。風化が懸念される今、若い自分たちだからこそすべきことがあると信じています。神戸市外の人ももちろんですけど、やっぱりそこは神戸市民が頭に立って震災について発信していかなければいけないと思っているので、自分たちと同じ世代か、またそれより下の世代に対してもっと阪神淡路大震災について伝えていければいいなと思っています。